あまり見ない顔だね。見ての通り、ここには何もないよ。地震が発生した直後からずっと燃えてたからね。この数時間前にようやく鎮火して、入れるようになったばかり。全部燃えちゃったよ。チェ、もう少し早く来れば燃えてるところが見られたのに。お前さん、すごいリアクションするね。おばさん、正直言ってびっくりしたよ。分かっただろう。こんなところにいても何もないんだよ。よそに行った方がいいよ。いえ、私は中に入らせてもらおうと思っています。なぜなら、いろんな光景を目に焼き付けておきたいから。そうかい、お前さんも物好きだね。気をつけて回るんだよ。Thank you.
営業再開までの期間を短縮する。いや、君か。あれから変わりはないかい？実は一瞬だけだけど、女王様のような待遇を受けていました。女王様？君は今まで何をしてきたんだい？ひどい有様だろう。最初の地震からずっと燃えていたんだそうだ。同時にいろんな場所で火事が起きたから、消防車が足りなかったり、崩れた建物で道路が塞がれてすぐに来れなかったらしい。こんな状況だけど、ここには人がいるんだ。何か少しでも役に立てればと思って来ているんだよ。そうそう、カナエも元気だよ。今は水蓮公園でボランティアをしてるはずだ。そういえば
カナエが僕を襲った男と似たやつに話しかけられたらしい。まだ僕を探しているみたいだ。何をするかわからないやつだから、君も気をつけた方がいいよ。そろそろ僕は行くよ。それじゃ、君も元気でね。子供のことを思うと、どこに行っちゃったの？思っていた以上にひどいな。申し訳ありません。亡くなった子供たちに、残った子たちがお別れをするところなんです。今はご遠慮ください。それなら仕方ありませんね。失礼します。アイ姉ちゃん、マモル兄ちゃんが帰ってきたよ。始めるってさ。すぐ行くわ。マモル兄ちゃん、結局お花見つけられなかったんだって。だから真っ黒焦げのお花しかお供えできないんだってさ。
ことは？通りすがりのものだけど、花を持ってきてあげるわ。え？本当？この辺りはすべて焼けてしまって、燃えていない花は、私たちも相当探しましたが、どこにも、外から入ってくるものも、食料が中心ですから。え？花を持ってきてくれるって嘘なの？嘘じゃないわ。約束よ。約束を守れなかったら。守れなかったら？逆立ちして商店街を練り歩いてやるわよ。え？逆立ちで商店街を？すごいや。そんな約束して大丈夫ですか？無理しない方がいいですよ。綺麗な花待ってるからね。きっとだよ。あのお姉ちゃんが焼けてない花を持ってきてくれるんだって。すごい。よかったわ。これでアキラたちも喜ぶ。よかったね。逃げ遅れた子供のことを思うと。思っていた以上にひどいな。スーツはどこに行ったんだ。内定通知書どこに行っちゃったの。ないの。何か残ってないのか。何もする気にならない。どうせ全部トルコはすぐになってるから一気にやってしまおう。
せ全部取り壊すことになってるから一気に行こう。一気にやってしまう。どこに行ったんだ。どこに行っちゃったの。何か残ってないのか。お母さん、ゆうた。全部取り壊すことになってるから一気にやってしまおう。
はどこに行ったんだ。内定通知書どこに行っちゃったの。子供のことを思うと思っていた以上にひどいな。黒焦げ。営業再開までの期間を短縮する。営業再開までの期間を短縮する。どうせ全部取り壊すことになってるから一気に。何か残ってないのか。何もする気にならない。どこに行ったんだ。あそこ泣くっちゃう。ごめんなさい。だけど、だけど涙が止まらないの。
てないか。さあ、全部取り壊すことになってるから、一気にやってしまおう。全部取り壊すことになってるから、一気にやってしまおう。塗り替えでは済まなさそうですね。どうせ全部取り壊すことになってるから、一気にやってしまおう。思っていた以上にひどいな。どこに行ったんだ。何か残ってないか。もう何もする気にならない。
うん、あんた、ああ、前に会った姉ちゃんか。そうだ、ちょうどいい。あれからこの男を見かけなかったか。この男の人が一体何をしたんですか？こいつは許されないことをした。必ず捕まえなければならん。さっきそこにいたのを見ました。何？クソ！
何か残ってないのか。大丈夫にひどいな。まさか花を。どうにか手に入れました。大丈夫ですか。とにかく中にどうぞ。お姉ちゃん、花持ってきてくれたんだね。おかげでいい供養ができました。本当にお花を持ってきていただけるとは思いませんでした。これでアキラたちも天国で喜んでるよね。ええ。なんだ、まだいたのか。思っていたより残ってるな。どうせなら完全に焼け落ちてくれればさらちにする手間が省けたのにな。さあ、出て行ってもらおうか。兄さん。家賃を滞納してるから、追い出されても文句は言えない。ちょっと待って。私がこの人たちの滞納している家賃を払うわ。ほう、勇ましいね。しかし残念だが、支払っても出て行ってもらうよ。この商店街全体を取り壊して大きな商業施設を建てるんだよ。まあせっかくなんで滞納分は滞納分でもらっておくかな。おい、さっさと出て行けよ。とにかく荷物をまとめて子供たちも外に出すんだ。兄さん、わかったわ。荷物だって？何か残っているのか？
だ水が降ってくるんだけどね。水が降ってくるんだけどね。
かしら。この理髪店より早く営業を再開しないと。ですね、心細かった、怖かった、寂しかった。よかったです、来てくれて。ダニー、ごめんなさい。もういいんですよ、来てくれたから。僕はお母さんや兄弟に少しでもいい生活をさせたくてこの国に来たんだ。
嫌なこともたくさんあったけど、嬉しいこともあった。あなたが今僕のそばにいてくれる、これは嬉しいことです。ダニー、医者を呼んでくるから待ってて。優しいんだね、ありがとう。場所へ移動だ。こっちはいいのか？次の場所へ移動だ。
以上です。ここで地震に関する情報をお伝えします。地震被害状況です。現在死者9313人、行方不明者501人とのことです。川瀬県内ではこの地震で約8万棟の建物が全壊し、66万人の方が避難所で生活をしているとのことです。
Thank you.
気？あれから大変だったでしょ？そういえば、智也さんを付け狙ってる男に会ったわ。本当？まだ智也を追ってるのかしら。気味悪いわね。あ、そうそう、とってもいい話があるの。あなた、家に帰れるのよ。これ見て。町から出たい人を空港から運んでくれる救援活動があるのよ。これはその整理券。智也が手伝ってる救援団体から頼まれて今配ってるところなの。あなたにもあげるから手伝ってくれない？みんなのためになることならぜひ手伝わせて。ありがとう、助かるわ。できるだけ大勢の人に渡したいから人手が欲しかったの。はい、じゃあこれをお願いね。この辺りにいる人に話しかけて、町から出たがっているようなら渡してね。全部配り終えたら私に話しかけて。あなたの分の整理券を渡すからね。Thank you.
。川崎県内の主要幹線道路の復旧が進んでいます。現在は救援物資の輸送や瓦礫撤去作業の車両を運行しています。配り終わったのね。ありがとう。あなたのおかげで大勢の人にチケットを渡すことができたわ。はい、これあなたの分。誰か他にも街を出たいと思っている人がいたら渡してあげて。空港へは車で行くんだけど、集合場所がガーベラ大橋のサービスエリアなの。ここからだと結構遠い場所なんだけど、歩きだと間に合わないかもしれないから気をつけてね。私も智也と行こうと思ってるの。よかったらサービスエリアで待ち合わせしましょう。なんだこの整理券、使えねえ。町から出られるとか言うけどよ、ガーベラ大橋なんて遠い場所どうやって行くんだよ。ひどい。整理券がいらないのは仕方ないけど、踏むことないじゃない。俺は市役所近くの公園の避難所に行くよ。あそこは物資が充実してるらしい。食い物は選び放題で広い風呂にも入れるそうだ。本当かよ。風呂入りてー。俺もその避難所に行くよ。もう遠いって言っても行けない距離じゃないし、家に帰れるのよ。それくらいの距離が何よ。空港と市役所近くの避難所、私はどっちに行くべきかな。そうね、町から出るために空港に行きたいな。
長い間お世話になりました。店長さん、ありがとうございました。まだまだ崩れかかった建物なんかがあるから気をつけて帰りなさいね。はい、はい、赤坂さん、山内さんと清水さんにも声をかけてきてちょうだい。わかりましたわ。先生、大変です。ひろこが、山内さんが飛び降りるって隣のビルの上に登ってるんです。なんですって？この光景を見て私は、ひどいいじめを受けていたんだから無理もないわね。
と。そんな言い方はないでしょ。もういいのよ。ここにいては危険だわ。すぐに降りましょう。山内さんも言いたいことは下で聞かせて。さあ行きましょう。先生